よし、恨みっこつぐの日ダンツー第3話、前回の続きからやるんだけど、前回めっちゃなんか途中で終わったんだよね。中途半端に、すげえ中途半端に終わったんだけど、恨みっこの第3話をやりたすぎて普通に友達の LINE を無視したから、あ、やべえ、これはさすがに早く返信しなきゃ怒られんなと思って、はい、それで終わる、それで終わった、行くわ。でね、前回セーブしないまま普通に終わっちゃったんだよね、そのまま焦ってたから。だからカットだよね、これカットだわ、完全にカットだ。でこっからだもん、こっからだもん。は、長えもん。よし、前回の終わりのとこまで来たわ。で、前回のあらすじを全然説明しなかったから今説明するわ。なんかね、第1話の主人公の、なんか三倉幸って子が、おかしくなって、その親友のみっちゃんって子を、連れてこっていう話、行くわ。あ、で、これ進めんだ。こっからだよね、もう。ちょっとヘッドホン新しいのにしたからさ、すっげえ音リアルなんだけど、さっちゃんこの引き取って。闇の木造校舎はその先だよ。てかさ、もう普通につながる、なんか普通に誰でも行けそうじゃん、もうこんなんだったら。西野さんが待ってるから早く行こう。もう10人以上で行けば案外しきこさん焦って帰って、なんかやめてくれるんじゃね。いや、普通に普通に来れた。さ、さっちゃん真っ暗だよ。ここは死の道だよ。すげえとこ連れてくんねん、お前。みっちゃん、このまままっすぐ進むんだよ。はい、扉が見えたらそこに入って。はい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 、うん、わかった。なんでさ、こんな知ってんの、さっちゃん。さっちゃんここまで知らないっしょ、絶対。とりあえずまっすぐ行くわ。扉が見えたらあれなんだよね、普通に。あった、早っ、扉が見えた。うわ、音がすげえ怖いんだけど。もう、おい、早い、セーブだ。え、来た。うわー、見慣れた場所だ。すげえ見慣れた場所来た。さっちゃん、ここは闇の木造校舎なの。喋んねえ、もう。え、さっちゃん。だろうなって思ったわ、もう。だいたいそうだろうね、まあ。もう、あいつ逃げたな、あいつ。あいつ、親友置き去りにして逃げたぞ。最低だな。あいつ最低だな。サッチャいないの？どうしよう、サッチャに言われるままに来ちゃったけど。うわ、勝手に動く。ここってどういう場所なんだろう。何その、アトラクション的な場、なんか感じで言ってんの。あ、怖え！怖い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 。あ、何何？足音とこうガタ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 こうギー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 する。これって地図？2年し仕組ってここだよね。なんで冷静でいられるんだよ。やだな、早く2年4組に行こう。でも、4と4が入れ替わってる世界だから4の方が危ないんだよね、多分。青字会中学校。噂だと昭和44年に失踪したはずのしきこさんだったはず。旧校舎が取り壊された時期と一緒だよね。この校舎と何か関係があるのかな。なんか、みずほちゃん、冷静だね。ちょっとアイテム見てみっか。これ、ああ、スマートフォン。スマートフォンがつかない。電池切れこんな時に。充電してこい。お、充電器持ってる。いいね、準備がいいね。コンセント。この世界にコンセントなんてあんのかな。とりあえず地図見て。え、こっちなんの？こっち待って、こっち、どこに行くんだろう。あ、こっちは2年4組か。ああ、なるほどね。まあ、2年4組にしか行けねえんだもん、最初。あ、そっか、教室も安全じゃねえんだ。なんだろう、このチャイム。え、第3話超鬼畜じゃね？すごく嫌な感じ。地獄の底から響いてくるみたい。いいセリフ。ここ誰もいないのかな？全然いいセリフじゃねえな。誰かー、すみません誰もいねえよ。小林さん？え？え？え？誰誰？おお！西、え、ちょ待って、え、な、怖く、怪しい。小林さんこっち。喋ってる。めちゃくちゃ言ってる。うごしてる。早く机の下に隠れて。机の下どうして？てかよく生きてたな。いいから早く。
俺ブサイク先生にもう襲われてたじゃん。倒したのかな。西野さん、し、お、これ岸間さんかな。すげえな、なんか全部ブスなのかな。西野さんどういうこと、あれって何なの。小林さん、チャイムが鳴ってるうちは絶対に出ちゃダメだよ。あ、今回机の下に隠れれば。でも普通に襲ってきたよね前回。内田先生、音量に変わった、みんなが襲ってくるから。音量って、私たちは四季子さんに話しかけてこの闇の木造校舎に引きずり込まれた。ああ、安藤君、そして内田先生は殺されて音量になっちゃった。内田先生キモいな本当に。もう目の釣りが半端ねえもん。もしかして A 組の岸間さんもいるの。岸間さんって、あ、知らないんだ。元の学校だと4人亡くなったことになってる。安藤君、内田先生、西野さん、そして A 組の岸間かな子さん。岸間さんはプチエールだって言われてたけど、多分一番初めにここへ連れて込まれたんだ。すげえな、長い間ここで住んでんだなあいつ。あ、首もいだもんね安藤くん。安藤くん首もいじゃったもんねこの頃。島さん多分合ってる。もう首ないよ。え、もう音量になってて、音量になった後に首もがれてるからね。あ、この座り方かわいい。なんホラーゲームでこのこと言ってんだろう。西野さん、ここから早くで一緒に帰ろう。でもどうやって。 A 組のさっちゃん、いくらさん、途中ではぐれちゃったけど。はぐれてね、あいつ絶対置いてったよ。あいつ、さっちゃんも一度ここに連れ込まれたんだって。だからきっと帰り道を知ってるよ。本当？そうだよ、一緒にさっちゃんを探そう。うん、おい、でも西野さん本当にありがとう。小林さん、私のこと探しに来てくれたんだね。なんかそういうセリフがあるとさ怖いんだけど。そうだよ、心配したんだから。うん、本当にありがとう。小林さん、次の教室に移動しよう。地獄のチャイムはずっと鳴り続けている。もう鳴りやむことはないんだと思う。ああ、机の下に隠れながら次の教室に。難易度高くなってる。放送室、あそこは鉄の扉だったから安藤君のバットレも壊せないと思う。普通に開けてきそうじゃね。放送室まで行こう。普通に開けてきたら面白いよね。分かった、西野、普通に開けたよって言ってきそうだよね。見つかる机、見つからない机は固定。何それ。マジか、うんじゃん。こっちか、行くわ。普通に廊下にだってつけないっしょ、絶対やばいじゃん。あれ、待って、何これ。これどっち、こっち行っても2年1組は、もう意味わかんない。まず行くわ。焦った、焦った、めっちゃ怖い。隠れよう。うわあ、うわあ、怖い怖い怖い。こっちじゃない。冷静でいられない。あれ冷静でいられない。隠れよう。もう怖い、もうやだ、もう怖い。いっぱいある。冷静に。
ーセーブ。なんか俺すげえ前よりビビるな。だ、隠れんのやめよう。やべえ、怖え。前よりすげえ。あ、なんかすげえ前より怖い。全然2000倍くらい怖くなってる。階段。西野さん、どうしたの？ここに上りの階段なんてなかったのに。俺もそうだと思ったよ。でももう関係ねえよ、もう。え？もしかして学校の構造が変わってるの？多分そうだよ。放送室までたどり着けるかなーじゃねえ。かなーじゃねえよ。何ちゃあ入ってんだよ。もうそんな冷静でいられろ、お前。俺が冷静でいられねえ。プレイヤーで俺が冷静でいられねえ。もう夜中にす、もう。撮ってんの夜中なんだよ。あんまり騒ぎたくねえんだよ。騒いだら近所迷惑になって、次の日おばあちゃんにめっちゃクレームかけられたらどうすんだよ。西野さん、こっち。はい。え？あ、待って。今の紫の文字だったから、西野先輩の声って。式、出た村岡式コースハウス。ここは安全なのかな？村岡さんが言ってる。あ、はい。村岡さん、強制村岡タイムだから。あ、いた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 。村岡さん。固まった。西野さん、よかった。ご無事だったんですね。無事じゃないよ。そうだ、お前、お前のせいだよ。お前嘘つきまくってんだろ。お前実は黒幕だろ。安藤くん死んじゃったんだよ。あんたが四季子さんを倒せとか言うから。あんな巨大な化け物倒せるわけないでしょ。そうだよ、お前倒しに行けよ。壁喋ろよ。巨大こいつ、しらばっくれてんじゃねえの。もう信用できないよ、お前。どういうことですか？村岡さんの言う通りに水を抜いたらプールの穴から巨大な四季子さんが出てきたの。さ、今思ったんだけどさ、岸間さんの時もこの人出てきたんでしょ、多分。普通に死んじゃってるよね。岸間さん普通に死んでるんだけど。安藤くんが殺されちゃった。多分何もせず死んだんだな。あら、まさかそんな。何何？落ち着いて、西野さん。もう疑いにしか、もう疑いの目だよ、みんな。この人は誰？もう見てる人も疑いの目だよ。私は村岡式子。昭和44年に闇の木造校舎引きずり込まれた帝都です。式子さん。四季子さんが巨大な力を持っていたのは誤算でした。すみません。おい、ちゃんと勉強してこい、お前。でも皆さんが無事に帰るには四季子さんを通すしかないんです。お前、国語とか社会とかいいから、お前四季子さん勉強しろよ。どうか元気を出してください。はい。安藤君が殺されたのに元気なんて出ないよ。待って、さっちゃん。三倉幸はここから帰れたと言ってました。三倉幸さん。村岡さん、他に帰る方法は知らないの？すみません、私には分かりません。あー、あったな。そういえば第一話の最後、もうバグって意味わかんなかったもん。でもさっちゃんは四季子さんを倒さずに帰れたはずなんです。ごめんなさい、本当に分かりません。さっちゃん実はさ、なんかもうあれなんじゃないの？こっちの敵なんじゃないの？四季子さんは噂話が作り出した音量。もしかしたら三倉幸さんは他に帰れる方法を見つけたのかもしれませんね。それを探してみてはいかがでしょうか？どこを探せばいいの？私には分かりません。本当にすみません。もう使えねえな。お二人ともいつまでもここにいると危ないですよ。うるせえよ。分かってるよ。安藤さんはバットで教室の引き戸を壊してしまいました。知ってます。もういつ襲われてもおかしくありません。そうだね。西野さん、行こう。ああ。もう、何か手がかりを見つけたら私もお伝えします。お前、こっから動けねえだろ、どうせ。どうかご無事で。お前、動けねえのどうやって調べんだよ。動けんのかよ。村岡式子さん。式子。ああ、そうか、なり続けたまんまだもんね。一回セーブしたいわ。隠れよう。ああ、よかった。やめれる。すげえ楽しみにしたんだけど、このゲームさ、すっげえ怖くなってんだけど。もう、教室が安全っていうの慣れちゃったからさ、全然慣れないんだけど、今。ああ、ということで一回出て、セーブして終わるわ。これ、ちゃべ！もう。
ちなみにここってさ、安全じゃないのか、これ。あ、ここは安全なんだな、全部。なるほどね。あ、セーブして。あ、ちょっと待って、怖い。あ、これで回復できるのね。オッケー。じゃあ、次回、進みます。はい。はい、今日はもう寝る。おやすみ。じゃあね。